ダニーデンはニュージーランドの南東オタゴ地方の中心都市。人口は13万700人で、南東ではクライストチャーチに次ぐ2番目の大きさ。スコットランドの面影を強く残す街として知られており、イングランドと関係の深いクライストチャーチとは一線を画する。スコットランドからの移住者の末裔が現在も多く居住し、スコットランド文化を継承している。地勢は 起伏が激しく、坂道が多い。オタゴ大学が立地し、地域人口の22%は学生であり、30歳以下の若年層が45%を占める学園都市である。1848年に、スコットランド自由協会からの移民たちにより、開拓され、ゲール語でエディンバラを意味するダニーデンと名付けられる。現在でも、南のエディンバラと称されるほど、 スコットランド文化を色濃く残す街である。1861年にダニーデン近郊ガブリエル渓谷で金脈が見つかりゴールドラッシュが起きる。世界各地から採掘者が訪れダニーデンの人口は急増し産業物流拠点として栄えた。ニュージーランド銀行はダニーデンに本店を構え世界各地への送金業務を担当するなど 金脈の発見ニュージーランドの経済に繁栄をもたらした。およそ10年でゴールドラッシュは終焉するも経済的繁栄により、ダニーデン市内にはビクトリア様式、エドワード様式の建物が数多く建造され、繁栄の歴史は現在でも市内各所で見ることができる。冷凍食肉の技術を開発し、1882年にはイングランドへ向け輸出事業を開始。 その後、冷凍食肉はオセアニア、南アメリカへも輸出され、ダニーデンの経済を成長させた。年間平均降水量は812ミ、mm、リメートル。年間平均日照時間は1585時間。山間部では降水量が多い。夏季の平均気温は摂氏15度。冬季の平均気温は摂氏8度。冬季は霧雨の日が多い。 山間部での積雪は見られるが、市内での積雪は少ない。特に山間部では1日に4つの季節があると、称されるほど寒暖の差が激しい。ありがとうございます。